参加では、ランレベルとシャットダウンについて見ていきます。Linux がどういう動作モードで動作するのか、これは LAN レベルで決まります。で、LAN レベルがいくつだったらどういうモードで起動するかは、これはディストリビューションによって異なります。例えば、Red Hat 系の Linux だった場合には、例えば3だった場合がマルチユーザーモード、5だった場合にはマルチユーザーモードの中でもグラフィカルログインといって GUI の画面を出すといった具合ですね。また、Ubuntu、Debian Linux って書いてある、いわゆる Debian 系の場合ですと、テキストログインなのかグラフィックログインなのかを LAN レベルで指定するのではないので、その部分は、何も書いていないということですね。さて、この LAN レベルが変わりますと、Linux の動きが変わります。で、大きくどこが変わるかと言いますと、シングルユーザーモードで動くのか、それともマルチユーザーモードで動くのか、これが変わるんですね。で、シングルユーザーモードの場合、これは、一人のユーザーしかログインできないということなんですけれども、一人は一人、それもルートしかダメなんですね。で、ルートっていうのは、Linux にデフォルトで用意されているスーパーユーザー。つまり、設定の変更等の一番強い権限を持っているユーザーのことですね。ですから、シングルユーザーモードっていうのは早い話が、このルートしかログインすることができないんです。これに対して、マルチユーザーモードですと、これはどのユーザーでもログインできますし、複数人が同時にログインすることもできます。で、このマルチユーザーモードには、テキストログインとグラフィカルログインの2種類があります。このうち CUI と呼ばれているコマンド操作を行う画面を起動するのがテキストログイン。GUI といって、マウス操作が可動な画面を起動するのがグラフィカルログインです。また、この LAN レベルによって起動するデーモンが決まるんですね。LAN レベルなんですけれども、LAN レベルコマンドを使えば現在の LAN レベルを表示します。で、この LAN レベルコマンドを実行しますと、例えば N3 と書いたこんな感じで表示されます。で、この見方なんですけれども、まず N っていうのはこれは一つ前の LAN レベル。で、これ N って出てきているときには起動してからまだ1回も変更していないってことです。で、3って出てますけれども、これが現在の LAN レベルです。例えば3と出てきたときには LAN レベル3ですね。また、init コマンド、または、telinit コマンドを使いますと、この LAN レベルを変更することができます。ただし、これは怖いので、スーパーユーザー、つまりルートしか実行することができません。Linux で動くソフトウェアのうち、常駐型、すなわち皆さんが意識せずに起動しているプログラムのことをデーモンと言っています。このデーモンを起動するためのスクリプトが、エトセの下の initd というところに置いてあります。ですから、このエトセの下の initd の中に置いてあるスクリプトを実行すれば、デーモンが起動するとこういう仕組みになっているんですね。ただし、この起動スクリプトは、LAN レベルごとに別々のスクリプトを置くこともできます。で、この LAN レベルルートの起動スクリプトは、エトセの下の rc.d に存在します。例えば、エトセの下の rc3.d の中には、LAN レベル3で実行した時の起動スクリプトが入っているんですね。で、もちろんここに、LAN レベル3で動いた時の起動スクリプトそのものを置いても構わないんですが、通常はどの LAN レベルであったとしても、起動スクリプトはすべて同じにしたいというケースの方が多いんですね。ですから、大抵のケースの場合は、それぞれのその LAN レベルごとに起動スクリプトを置くのではなくて、起動スクリプト本体はエトセの下の initd に置いておいて、この rc.d の中にはシンボリックリンク、すなわち、エトセの下の init.d を指さしているファイルが置いてあると、こういう仕組みになっているんですね。で、このデーモンを起動するときの方法なんですけれども、エトセの下の init.d の下に置いてあるスクリプトを実行すると起動するようになっています。で、起動するときにはオプション、スタートとつけます。例えば、エトセの initd の http スタートと書けば、http デーモンをスタートするといった具合ですね。逆に、ストップというオプションをつけますと、これはデーモンを停止します。
例えば、エトセの下のイニット D の下の httpd ストップとすると http デーモンが止まります。で、おそらく皆さんが一番よく使うと思われるのがですね、リスタートというオプションです。エトセの下のイニット D の下の httpd リスタートとすると httpd を再起動します。じゃあなんでこの再起動というのを一番よく使うかと言いますと、通常このデーモンには、を設定するときはこの設定ファイルを変更する、すればその設定を変えることができるんですけれども、設定ファイルを変えたときには、通常そのデーモンを再起動する必要があるんです。ですから、結構このデーモンの再起動というのは、皆さん、打っていただく、実行していただく機会はかなり多いかと思います。デフォルトのランレベルなんですけれども、エトセの下のイニットタブの中に書きます。今皆さんにご覧になっていただいているのが、エトセの下のイニットタブファイルの中身の一部抜粋したものなんですけれども、どこを変えるかと言いますと、ID コロンと書いたその後ろの数字、ここを変更いたします。例えば、3と書いてあった場合には、ランレベルは3。5と書いてあげれば、ランレベルは5といった具合ですね。システムを停止させる、あるいは再起動するときには、シャットダウンコマンドを使います。で、シャットダウン、-H というオプションをつければ、シャットダウンした後にシステムを停止します。ということは早い話が、電源を切りたいときにはシャットダウン -H というオプションを使えばいいわけですね。また、シャットダウン -R と打ちますと、シャットダウンした後にシステムを再起動します。で、このシャットダウンコマンドを使うときには、この -H なのか、あるいは -R なのかを指定して、つまり、電源切るのか再起動するのか指定した後、その後に、じゃあ、いつシステムをシャットダウンするのか、その時刻を指定します。例えば、シャットダウン -H プラス5と打った場合には、今から5分後にシステムを停止します。Linux って、大抵サーバーに使うケースもありますので、今すぐに止めていいとは限らないんですね。ひょっとしたらまだ他にそのサーバー使っている人いるかもしれませんので。ですから、今から5分後にシステム停止で、おー、今から止めるよーと、5分後に止まるよーと、警告出しておいて5分後に止まると、言ったこともできますし。また、シャットダウン -R22時と書けば、22時に止まります。で、その後ろにメッセージを書けば、そのメッセージがですね、現在ログインしているユーザーに表示される仕組みになっています。ということでですね、もう実運用している Linux の場合ですと、今すぐ止めるっていうのはやっぱり怖いので、例えば、今から5分後に止めますよとか、あるいは何時何分に止めますよといった形で、ある程度ちゃんと時間を決めて、周りのユーザーにちゃんと周知しておいてから止める必要があるわけです。が、そんなことを言っている場合じゃないと。すぐに止めたいよという時には、シャットダウン -H、あるいは -R だと再起動なんですが、シャットダウン -H、Now、と書けば今すぐに停止します。以上、第3課でした。